やらね、まだなんかずっと寝るしてね。そこでそんなことしちゃうみたいなことが。ちょっと怖い。なんかネタは多分考えてたから。そこでー。はい、いやいやいや、拍手してもいいんだよ。手は空いてるからね。はい、というわけでこのコーナーでは、このコーナーはまずそこでと驚いちゃうようなことをね、募集するコーナーでございます。はい、まあなんだろうね、まあ、人によってはいろいろあると思うんですけども、はい、まあそこでそんなことしちゃうのとか、そこでこんなことがみたいな、そこでっていう、はい、思う、事柄を、はい、ちょっと発表していってもらうという、そんなコーナーでございますかね。うん、はい、今回シュウマ君も参加してもらいます。はい、はい、ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。うん、はい、はい、ということで、まあ、こちらも、はい、メールを確認しましたが、はい、まあ、コーナーの始まりはね、こうやって、はい、まあ、はい、普通にそこでうちらで喋りましょうよ。いやまあそうですよね。はい、まあ皆さんからのね、あのそこでのこう、あのそこでっていう感じのね、びっくりしたような話とか、うん、はい、何でもいいんでお待ちしておりますよ。あの僕の記憶が正しければそこでのコーナーは2回目でしたね。2回目ですよ ね、 すね。あのしかも1回目に関しては、はい、そのこの1時間の間、うん、ラジオの1時間の間で、うん、これからうちらがやろうとしてる、うん、コーナーをいっぱい紹介するために、うん、ここでのコーナーはまあ多分10分ぐらいしか多分してないとは思うんですが、うん、まあ本当にそれから本当にあの正式にこうやってコーナーになったのはこの回が初めてです、実は。はい、ということで、まあ前回ね、前回っていうかどういう風なメールを送ればいいのかっていうね、ところでですね、まあ、うん、僕が喋りまして、うん、第1回目ドル生ラジオ第1回目の時に、うん、もうこのコーナーの紹介をした時にはまあね、蕎麦屋さんに行ったのにうどん注文しちゃったみたいなね。そこでみたいなね。ないとこもなくはないけどみたいなね。そう蕎麦専門のとこではないよなみたいな、ね、そう、うん、なんかファミリーで来るようなそういうとこだったらまだね、蕎麦とかうどんとかいろいろ置いてあるかもしれないけど、うんうん、蕎麦専門店に来てうどん食うのみたいなね。あと最初からうどん食いたいって言ってくれよみたいな話になりますよね。そういうような、うんうん、そういうような、メールをお待ちしておりますよ。うん、はい、ということでですね、うん、まあ、あのシューマ君なんか、はい、そこでってちょっと驚いたりなんなりしたような話とかあります？はい、あります。結構そばの話と似てるんですけど、はい、あの自分のことなんですけど、はい、あのこの前撮影の現場の打ち合わせで、あのみんなであのお食事したんですけど、うん、まあ、でもなんか休憩な感じ で、うん、でロッテリアに行ってお近くだったんで、うん、でみんながお肉とかステーキ注文しますとか、ステーキとかあといろんなお肉など、うん、まあ、肉系をね、肉系でお腹を満たそうとしてる中、うんうん、自分だけ、自分ともう一人その編集の監督さんがいたんですけど、うんうん、その二人だけスイーツ。しかもショコラの甘いとか甘いものを食べて、あの同じくスタッフとかキャストのみんながえっていう顔をされたのが、まあ、ちょっと頭使う人やっぱりね、甘いものを取らないと。でも意外と甘いもの好きはね、男の方が多いんだよね。あ、意外と、そうスイーツ男子っていうね、言葉もあるぐらいね。俺もだって昔ほんとね、もう、はい、ビックリドンキーとかね、某ビックリドンキーとか言ったらもう絶対食べよう。某の意味、某の意味。言っちゃってるビックリドンキーですよね。絶対食べてたね、もうパフェとか、中央に、あれが美味しくて、いやそう、締めパフェいいですね。締めパフェがね、そうね、ちょっと流行りましたからね、締めパフェっていうね。うん、パフェね、うん、ここ最近食べたくなった。うん、うん、パフェはあんまり甘いもの食べないんで。あ、そうなの、ね。うん、そこまでこの好みっていうか好きじゃなくて、うん、うん、ただ、まあ、こうやって台本書いたりなんなりするようになってから、本当にね、台本書いてる時にね、めっちゃ甘いもの食いたくなって、瞬間的にセブンイレブンに行ってあのチョコレートを買うっていう習慣ができてきて、ちょっと気をつけなきゃ食べ過ぎちゃうぞっていう。いやでも分かりますよ、やっぱ仕事とか頭に使うものは結構甘いものが、うん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 、気をなってます。
やっぱりそうですね。本当ね、大事。そして、ね、特にね、お腹減るとブーちゃん気に悪くなる。あ、そうだね。スニッカーズの CM ぐらいの感じで、本当にね、あ、なんか機嫌悪そうだなって。お腹空いてるだけなの。そうそうそう。まあね、びっくりしましたよ、タマ様からね、スニッカーズの CM 見て、はい、内田優也になったんじゃね。すごい、CM 出れるんじゃないかぐらい。そう、わかりやすい。そんな機嫌悪くなってるとは思わなかったんだけどな。無人島で1週間とか絶対無理。無理無理無理。じゃあお腹空いてる時はもうスニッカーズ出させるよ。元に戻るから、元に戻るから、戻るから、うーんってなる。タマ様、なんかありました？あそこでっていう、あのね、なんかこうね、やっぱりススキノってね、素晴らしいプレイスですから、やっぱりね、あのいろんな事件があるし、ね、やっぱりあの、まあ、飲み屋って言えば、まあ、やっぱり男子がね、こう飲んで盛り上がると、ちょっとほら、なんかこう裸になるんですよ、上ね、こうバーってなると、まあ、余ってさえ下も裸になる方がいらっしゃったりするわけですよ、ね、ヌーンってこうね、なっちゃう人がいるわけですね。はい、で、いや、飲み屋ってね、意外とギリセーフだと、僕の中ではギリセーフだと思う、はい、ただちょっと知り合いのですね、女の子がね、一人でちょっと朝方から昼ぐらいまでちょっとやってるような、うん、ちょっと食べ物屋みたいな、うん、ちょっとこじゃれたね、綺麗なお店ですよ、うん、やっちゃった人がいる。やっちゃったの、やっちゃって、ヌーンってなっちゃって、そこでみたいな、そこで脱いじゃうのみたいな、そこで脱いじゃうみたいなね、うん、それはちょっとダメじゃないかなみたいな。ヌーンしちゃったんですね。ヌーンしちゃったんですね。ヌーンしちゃって、はい、初期衛生もやっぱりありますからね。そうですね。あ、ね、まりちょっと好まれないかな。色々と思ってます。しかも女の子が一人でやってる店で。某店の某方が。そうですね。はい、某お店で、ボーボーしちゃった。ボーボー。今一瞬ボーの使い方あってる。最後、ボーボーしちゃった。ボーボーしちゃったって。そう、ちゃんとお家に持ってくるようになって、飲みは長いんで大丈夫です。最近のトム様のちょっとキーワードですよね。あ、僕飲み屋なんでっていう。そう、すごい飲むの早い。あ、そうなの。そう、あのソフトドリンクでもなんでも、うん、入って出した瞬間に飲もうと思ったらバッてすぐ飲んじゃう人だから、本当に早いの。あの一気とかするときにこう喉を広げるみたいな、うん、あれができるんで、あってバッて飲んで早いっすねって言われたらまず飲み屋なんで。もう決め台詞だ。決め台詞。これ結構昔から決め台詞。あ、そうなんだ。最近またちょっと出して。小出しに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 。当てにこうね、長い間できてないんで。そんな感じでやってますよ。うん。週、うん、まあまあまあまだね、週末もまあ飲んじゃいけない年だから。はい。うん。うんうんうん、でも週末くんね、今の話を聞いてね、はい、飲めるような年になったら。はい、一応、ヌーンするのはちょっと、ダイアンも面白い、うん、あれですよ、ドルドル TV で僕らがすごい稼いで2年後ぐらいに行った時にちょっと大阪でちょっと美味しいところで飲みましょうかって、ね、そうね、うん、いいですね、道頓堀あたりでちょっと、あ、いいですね、あれだいって言って道頓堀どこかなのか分かんないけど、だから大阪っていうのはなんか、はい、まあ、いた人に聞くと、うん、あの大型のチェーン店みたいなところよりはあの個人でやってるお店の方が美味しいって。ああ、そうなんだ、うん、だから個人店で残るお店は本当に美味しいお店でしか残れないからじゃなくて美味しいっていう話を聞いたことがあって、その辺ちょっとちゃんと楽しんでやってくださいよ。まだダメだからね。まだダメだよ。いや、食べ物ないわ。まあ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 、まあ、そうそう、まあまあ、でもね、そう、うん、なんか本当ね、こう今結構ね、シューマ君はほらもうね、はい、若いんで僕らに気ぃ使ってね、こうですよみたいな、なんかこう青年だけど酔っ払ってこう、ラランスですかみたいな、ちょっとちょっと見たい、あ、見たい、ちょっと見たいかも、もうやってられますよねみたいな、俺だってみたいな、結構愚痴言いますね。結構言いますね。あいつは撮影の時にね、なんすよ、言うこと聞かれるんですよみたいな、そういう話をちょっと聞きたいなみたいな、酔い乱れたシューマ君。2年後どうなってるかね。そう、そういうところもちょっとね聞いてみたいなっていう。はい。まあまあでもなんかそういう人間やっぱりたまにねこう鬱憤出した方がいいと思うんで。そうですね。うんうん。ためちゃうと逆に悪いですけど。そうそう。なんかもうほらもうねいちいち対応がね大人でしょ。本当に。本当ね、なんか育ちがいいんだなと。
思われるんですけど。いや、もう自分を持ってるからね、注目やっぱり。そう、でもね、多分ね、大阪行って俺らが2年後行く頃にはもうヌーンしてるかもしれない。結局ヌーンだ。ヌーン、ボーボーヌーンかもしれない。ボーボーヌーン、ボー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 まで行っちゃいます。ツルツルヌーンだったらちょっとそれはそれ引く。いやいや、そこの事情別に詳しく話さない。反則行く。飲み屋だからちょっとね、下ネタ言っちゃうんですよ。下に言っちゃうんですよ。ね、ボーボーヌーンなんかわかんないけども、ナイル川じゃなくて道頓堀こうやって走るんでしょ。うわーん、クリコっつってやっちゃう感じ。めっちゃ中心部ですね。まあ、あの、よく写真に写ってますけど、やっちゃうぐらいの感じ。ちょっと今度さ、はい、もう大阪行くじゃない、はい、グリコの前でグリコやってやん。いや、グリコの前で、それヌーンしない状態で。ヌーンなんで、ヌーンしたらだって、あるでしょ。まあ、うん、しかも飲んでなくてヌーンしたら、それはね、もう障害だよ。そうですね。え、じゃあ普通にグリコやればいいんですか。まあ、できればタンクトップの、あの、ランニングパンツ履いて、グリコってこう、うん、いう画像を載せよ。で、インスタに載せよ。インスタに。ギリ全裸でもこう、お盆、銀のお盆あればこう、シューマイ 100% とか。ちょっとそれ今年はダメ。ちょっとダメ。まだ、最初ね、最初はね、大事だから。2年後俺らがちゃんとドキュメンタリーを撮りに。シューマドキュメンタリー。ドキュメンタリー作るためだったんだ。これ布石ですか。あ、今日のラジオはそれの大いなる布石になる。あ、そういうこと。全然続かない。で、飲んだ挙句こうやってカメラ回して、ちょっと酔ってんのにみんなカメラ回して、うん、グリコとかやってるのをちょっと撮るっていう。で、あの、NHK のプロフェッショナル風に編集しますよ。どうやって編集するの。あなたにとって映画とはっていう。めっちゃこんなことしてるのに。大学の動画なんで。めっちゃあれ面白い。だけの。そうこの画像を出されさくなったみたいな。君の制作会社に僕らも雇え。そういう脅迫の道具に使う。そう、まあ、ある意味リベンジポルノですね。リベンジポルノ。違った意味だよね。なっちゃいますけど。はい、というわけでね、はい、そろそろこんな感じで時間も来ましたんで。はい。はい、で、そういうわけで。はい。シュマ君もね、あの、はい、ツルツルかボーボーかわかんないですけど、ヌーンするということで、はい。しません。しないの？しないです。どこでするの？いや、どこでする？いや、しないって言ってるのに、どこでする？そこでのコーナーでした。